百州武道具店の動画。店長のいつものメガネ借りてみた。どう？どう？似合う？ってレンズ入ってないやん。こんにちは、百州ブログで動画でーす。立ちますかー。もう今日の動画は、商談審査を受ける人はぜひ見てほしいです。今日はお互い尊虚から立ち上がったところでどういう風に動くかっていう話をします。そしてどういう風に動いてはダメかっていう話もします。まず最初にやってはいけない動きっていうのがあるんです。こっちが相手ね、こっちが自分ね。お互い尊虚して立ち上がって動いてはいけない方向があるんです。それはいきなり右とか、いきなり左とか、何もやってないのにいきなり下がるとか、これはやってはいけないです。特に商談審査受ける人、絶対これやってはいけないです。じゃあ、どっちに動けばいいのか。お互い尊虚の状態から立ち上がったら、必ずまあ先に一歩入りますけども、この後は必ず横じゃなくて前後、前後、前後に動いて、相手と間合いの攻防をします。一つ良くない例として、尊虚、お互い尊虚から立ち上がったら、いきなり横に動いちゃう人がいます。いきなり横に動く。なんだったら、相手もいきなり横に動く人だったら、お互いもうこんななっちゃうんですね。こんななっちゃう。もうこんな動きばっかやって、全然前後に攻めない。これは良くないです。じゃあこちらがね、横に動くっていうのはどういうケースが考えられるかというと、相手がぐっと一歩攻めてきた。そして攻めがすごいプレッシャーだ。その中で、こっちがよ、よりよく中心を取るために、開き足で中心を取ると。反対に裏から中心を取ると。こういう横に動くっていうのはあります。だけど、相手も何もやってない。こちらも何もやってない。プレッシャーも何にも感じてない。この状態で、いきなりこちらがこう横に動いちゃう。こういうことはないです。その理由は後から説明します。後ろに下がっちゃうケースですね。これも良くないです。お互い尊虚して、はじめ、何もやってないのにいきなり下がっちゃう。いきなり間合いを取っちゃう。これも良くないです。後ろに下がることがあるとすればよ。あるとすれば、例えば相手が一歩攻めてきた。それで、その攻めが強すぎて下がるっていうのはないんだけど、相手の攻めが、これどうなるかわかんない。わかんないから、体さばきとして、よりよく中心を取るために下がる。こういうのはあるかもしれない。でも基本的に何にもなくいきなり下がるっていうことはないです。おいおい、そんなこと言ったって横に逃げたり下がったりしなきゃ撃たれちゃうよ。それは多分ね、試合の時のお話してんでしょ。試合と商談審査はもう別物と考えてもらった方が分かりやすいと思います。なんで商談審査で横に動いたり後ろ下がったりしちゃダメなのか。それは実は位取りっていう話が出てくるんです。プライドリーについては僕もまだまだ修行中なんで、生意気言ってほんと申し訳ないんだけど、お互い尊虚から立ち上がったら、一歩先に前に入って、相手よりも大きい声で、いやーと、規制、大きい声、そしていつでも打てる体勢で、さあ来いと、ここで逃げちゃダメなんですよ。これに後手に回ってしまうと、打った体が動かなくなる。これがプライドリー。尊虚から立ち上がって、一歩前に出て、ここでプライドリーをするんです。相手に負けない気迫を出さないといけない。大事なのは難しいんだけど、ここで負けないことなんです。ここで相手に負けないこと。さあ来い。いつでも打てるぞと。ここで負けない気持ちを作ってることなんです。なので、立ち上がっていきなり下がっちゃうなんていうのは、これはもう自らこの位取りを放棄してるんです。立ち上がっていきなり右に行っちゃう。左に行っちゃう。これは、この位取りを自分から捨てちゃってるんですよね。いかがでした？今日は位取りなんていうちょっと難しい言葉出てきちゃったんだけど、わかりやすく言うと、尊虚して立ち上がったら、絶対に横とか後ろとか行かないってことだね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。